ウズベキスタンの女性ウズベキスタンの文化は多様な民族、文化が混じり合うことで形成されてきた。現在ウズベキスタンで多数を占める民族はウズベク人である。1995年当時約71%がウズベク人だった。主な少数民族としてはロシア人、タジク人、カザフ人、タタール人、カラカルパク人があり。 その他にもアルメニア人や高来人なども住んでいる。しかし、ウズベキスタンに流入してきた外国人の割合は、ロシア人や他の少数民族が国外に居住するようになったことで、ゆっくりと減少しており、かつてのソビエト連邦領内の他の地域に住んでいたウズベク人が帰国するようになっていると言われている。ユネスコに世界遺産と認定された。 ウズベキスタンの文化遺産には次のようなものがある。ブハラのモスクウズベキスタンが1991年に独立を達成した時にはイスラム原理主義が国全体で広まるであろうと広く信じられていた。長きにわたり、信教の自由を否定してきたイスラム教がウズベキスタンで急速に勢力を拡大するのではないかと疑われていた。1994年当時、国勢調査では ウズベク人の少数のものしか実際のイスラム教の教義や実践方法に関する知識を持ち合わせていなかったにもかかわらず半数のウズベク人がイスラム教に敬していると回答した。そして現在ウズベキスタンではイスラム教信者の割合が増えている。パランジャ1927年に禁止されるまで女性用ローブとして用いられていた。この写真の衣装は剣士、 手作りの刺繍でできたベルベットになっている。ウズベキスタン国立応用美術館展示。ウズベキスタンは現在15歳以上の成人で88%と高い識字率を誇る。しかし15歳以下では76%と数値が下がり、現在の教育の過失が未来に影響を与えるのではないかと危惧されている。ウズベキスタンは 教育分野で深刻な予算不足を抱えている。1992年に制定された教育法では理論的な改革を始めたが身体能力テストの結果はかんばしくなくカリキュラムの見直しは父として進んでいない。ウズベク人は新年をアラーと呼んで祝う。彼らは生誕祭を祝うわけではないがクリスマスツリーの装飾を行い互いに贈り物を交換し合う。 ウズベク人は夕食中伝統的な歌を歌い、夕食後、男性はサンタクロースの衣装に身を包み、時の沖縄を訪れ当日を迎えた後も祝賀会を続ける。深夜にはクリスマスツリーのそばに立ってウズベキスタンの国歌を歌う。ウズベキスタンの国民食プロフタンディールカバーブ、マトンをタンディール釜で焼いた料理ウズベキスタン料理は地方の農業形態に影響を受けている。 ウズベキスタンでは穀物を中心とする大規模農場経営が行われており、パンや麺類が主食となっている。ウズベキスタン料理の特徴は、ヌードルリッチという言葉で言い表されることが多い。国内では牧畜業で羊が多く飼われているため様々なマトン料理があり、ウズベキスタン料理の一部を形成している。ウズベキスタンで特筆すべき料理としてはプロフがある。これは、米。 肉、すりおろした、人参、玉ねぎを用いて作られる料理で通常、主菜として出される。おしな春は、結婚式などの行事で多く集まった客人に対し、早朝に供される料理である。他に、有名なウズベキスタン料理としては、以下のようなものがある。シュルパ、シャルバとも表記は、大きな肉塊や野菜で作られるスープである。ナリンやラクマンは麺をベースにした料理で、 スープや主菜として供される。マンティ、チュチバラ、サムサはパン生地の中に具材を詰めた料理であり、副菜、主菜どちらにも用いられる。ディムラマや様々なカバーブは通常主菜として供される。緑茶は一日を通じ暗飲される飲料である。ティーハウスは文化の中心的役割を果たしている。タシケントでは紅茶も日常的に飲まれており、緑茶。 紅茶ともに通常ミルクや砂糖を入れずに飲む。茶は常に食事とともに摂取されるが、もてなしの場でも茶が出され、通常は全ての客人に対し、何も言わずとも力茶もしくは紅茶が出される。凍らせたヨーグルト飲料のアイランはカキには人気のある飲み物だが、茶に変わるほどの地位は獲得していない。アルコールの摂取は西洋ほど広まっているとは言えないが、イスラム諸国の中では、 比較的解率に厳しくないため、ワインは比較的に人気がある。国内には14のワイナリーがあり、ウズベキスタン最古かつ最も有名なワイナリーはサマルカンドのホブレンコワイナリーである。サマルカンドのワイナリーは現地で採れる品種のドウを使用した様々な種類のデザートワインを生産している。ウズベキスタンのワインは国際的な賞も受賞しており、ロシアや 他の中央アジアの国へと輸出されている。ブハラのユダヤ料理やウズベキスタン料理のデザートの選択は限られている。もてなしの最後には果物単体、もしくは成果やドライフルーツのコンポートが出され、続いて緑茶と共にナッツやハルバが出される。ブハラのユダヤ人が休日の午後に客人にもてなす特別な茶がチャーイカイマキである。これは 通常の茶の摂取方法とは異なり、緑茶を通常ミルクと1対1の割合で混ぜて出される。茶は出される前に、かち割ったアーモンドやクルミを散りばめることがある。ジャモリディネ・アブドヤパロフは、ウズベキスタンで最も有名なロードレーサーであり、ツールド・フランスの3つの区間で優勝している。アブドヤパロフは、世界で最も速いロードレーサーの一人でもあった。 ウズベキスタンで有名なプロロードレース選手に、ジャモリディネ・アブドヤパロフがいる。アブドヤパロフはツール・ド・フランスの区間を3回制し、それぞれの区間で、マイオ・ベールというポイント賞を獲得した。マイオ・ベールは総合優勝を意味するマイオ・ジョーヌに次ぐ、名誉ある賞である。アブドヤパロフは、戦闘集団で先を伺った後、最後の数キロメートルでスプリントをかけて集団から、 飛び出し逃げ切る戦法を得意としていた。スプリントの際、時に左右に大きく射行することがあり、付近のモニュメントや、後続の選手と交錯することがあった。このような、荒っぽい走りから、タシュケントの虎という異名がついた。アルトゥール・タイマゾフは2000年シドニーオリンピックで、ウズベキスタンレスリング開発のメダルをもたらし、2004年、 アテネオ,オリンピックと2008年北京オリンピックにおいて男子 120kg 級で金メダルを獲得している。ルスラン・チャガエフは WBA を制したウズベキスタンを代表するプロボクサーである。チャガエフはロシアのニコライ・アルウェフを破って2007年に WBA 王座に就いた。チャガエフはタイトルを2回防衛することに成功したが2009年に ウクライナのウラジミール・クリチコに敗れ王座を失った。ウズベキスタンには国際クラッシュ協会の本部がある。クラッシュは伝統的な武道としてのクラッシュから近代化、国際化した形式へと整備されている。サッカーはウズベキスタンで最も人気のあるスポーツである。ウズベキスタン国内の最上位のサッカーリーグはウズベクリーグであり、16チームから構成されている。 現在の王者は FC ブニョドコルであり、国内リーグ最多優勝回数を誇るクラブは8回の FC パフタコールタシケントである。2011年のウズベキスタン最優秀選手はオディル・アフメドフである。ウズベキスタンは AFC チャンピオンズリーグや AFC カップといったアジアサッカー連盟が開催するサッカークラブの国際大会に自動出場枠を確保している。 ナサフカル氏は AFC カップ2011で優勝した。これはウズベキスタンサッカー開発の国際大会優勝となった。ウズベキスタンが1991年に独立する以前はソビエト連邦の一員としてサッカーソビエト連邦代表やラグビーソビエト連邦代表アイスホッケーソビエト連邦代表バスケットボールソビエト連邦代表 ハンドボールソビエト連邦代表といったソビエト連邦代表へ選手を送り出していた。独立後は独自のナショナルチームを作り上げており、サッカーウズベキスタン代表、ラグビーウズベキスタン代表、フットサルウズベキスタン代表などが結成されている。ウズベキスタンで人気のあるスポーツとしては、他にラグビー、ハンドボール、野球、アイスホッケー、バスケットボール、フットサルがある。 ありがとうございます。